した伝統芸能で、猿楽の滑稽味を洗練させた衝撃。明治時代以降は、脳、式三番と合わせて、能楽と呼ぶことがある。狂言は、道理に合わないもの言い,いや飾り立てた言葉を意味する、仏教用語の、狂言企業、狂言記語に由来する。この語は主に小説や詩などを批評する際に用いられた、例元目根性与続分量狂言企業のごこ防止ため、 当来生成産物上の元展望林の縁、白楽天。さらに、一般名詞として、滑稽な振る舞いや、冗談や嘘、人を騙す意図を持って仕組まれた行いなどを指して、狂言というようになり、南北朝時代、この後が、猿楽の滑稽なモノマネ芸を指す言葉として、転用され、現在使用されている競技の狂言の名前として、定着する。江戸中期になると、芸能、 芝居全般、歌舞伎や瑠璃の別称としても広く用いられるようになり、現在でいうところの歌舞伎の正式名称、狂言あるいは狂言芝居と区別がつきにくくったため、競技の狂言をわざわざ能狂言と表記する場合もあった。脳は面、仮面、表と読むを使用する音楽劇で舞踊的要素が強く抽象的、象徴的表現が目立つ。 またその内容は悲劇的なものが多い。これに対し狂言は一部の例外的役柄を除いて面を使用せず、猿楽の持っていたものを真似、同期的な要素を発展させたものであり、セリフも含め写実的表現が目立つ。内容は風刺や失敗談など滑稽さのあるものを主に扱う。狂言で主役を務めるものは脳と同様にして、してというが、 その相手役を務める者は、アド、哀イといい、脳の脇、脇とは異なる故障となっている。大倉流ではアドが集団で登場するたち、周物などの場合、統率する一番目のアド、立刀を主と呼ぶ。泉流では、アドに準ずる役柄を、コアドなどと称する。実際には、主人、太郎家じゃ、次郎家じゃ、三郎家じゃ、大名、山伏、出家、すっぱ、鬼、 無婿、衆と、女、弟子等、役名で表記されることの方が多い。狂言型の役割以下、狂言の種類、本狂言はさらに改分類されることもある。時代や流儀によっても相違があり一定していないが、大倉虎漢本、七百九十二年成立の分類。江戸時代に家元制度を取っていた流派としては、大倉流、泉流、詐欺流の三派があったが、 このうち現在農学協会に所属する流派として、存続しているのは大倉流と泉流だけである。佐義流は今日、山口県、新潟県佐渡島、佐賀県に残存しているが、農学協会への入会資格を認められていない。その他に、室町時代後期から江戸時代初期にかけては、なんとね義流という新人を中心とした流派があったことが知られている。 新人とは神社に属して芸能その他非戦の仕事に従事した者の,の章で、かつて猿学が有力寺社に属していた名残とも言える存在である。室町時代には盛んに活動していたことが初記録によって知られるが、江戸時代に入ると急速に衰え、江戸初期には既存の流派、大倉流などに吸収されて消滅したと言われている。その他にも無名の群唱諸派が存在したようで、 流派としてはすでに滅んでしまったが、一部の台本は、狂言記、俗狂言記、狂言記周囲、狂言記外編という一般読者向けの読み物となって、高時代に出版され世に残った。流祖元恵み法院、1269-1350、二世、日吉や平から二十五世大倉いよいよ江門、虎久まで七百年余り続く、能楽狂言最古の流派。 猿楽の本流たる、山和猿楽系の狂言を伝える、唯一の流派で、代々コンパルザで狂言を務めた、大倉いよいよ絵門家が、室町後期に創立した。現在大倉流には、東京を本拠とする宗家大倉いよいよ絵門家、山本藤二郎や、京都を本拠とする、重山千豪家、重山中蔵家、大阪、神戸を本拠とする、全地区や五郎家も五家がある。神戸に、 本家のある全築家の中にも、関東を拠点とする、全築十郎は、いよいよ五郎の逸を、慶五郎の着難。台本は、宗家の台本のほか、京都を本拠としてきた、重山千後家のものと、江戸の大倉宗家の経験を受け継ぐ山本東津に、家のものとに大別される。京都と関東では、芸風も対照的で、京都、 戦後家の庶民的な親しみやすい芸風と、関東山本家の武家式学の伝統を今に残す古風で豪直な芸風がある。過去に、大倉流から人間国宝に認定されたのは、全築いよいよ後、三世、重山千作、四世、重山千作、四世山本東次の四名。四世、重山千作は二千年に、文化功労者、二千七年には、 狂言会で、初の文化勲章を受賞している。泉流は、江戸時代初頭に、京都の素人出身の職業狂言師である、手猿学師として、金利御用を務めつつ、終わり藩主、徳川義直に召し抱えられていた七世、山脇泉守元義が、同輩の三宅富士九家、野村又三家を三下に収めて創立した流派である。宗家は、山脇泉家で、 一応の家元制度をとってはいたが、三派合同で流儀を形成したという過去の経緯もあり、近世を通じて家元の力は弱かった。特に三宅富士急家との村又三家には泉流における狂言大本である陸儀を独自に持つことができる特権があり、そうした面からも一定の独自性が保たれてきた。現在泉流は、 名古屋を本拠とする野村又三家、いわゆる野村派と狂言共同者、いわゆる名古屋派、そして東京を本拠とする野村万蔵や野村万作や三宅うこんいわゆる三宅派の三派対別され、台本もそれぞれ異なる。過去に泉流から人間国宝に認定されたのは六世野村万蔵、九世三宅富士九、七世野村万蔵、 野村一万、二世、野村万作の四名。野村一万は二千八年には、文化功労者に選ばれている。詐欺流は、徳川栄康の、お抱え狂言師となった詐欺ひとしみぎえもん草原、1560、1650年が一代で築き上げた流派である。草原は、元は、山城国猿学系の長名座に属していたが、長名座が混合座に吸収されてからは、 宝生座に移り、慶長19年、1614年に家康の命令で、関税座の座付きとなったのを機に一流を成した。家康に長愛され、大倉流を差し置いて、幕府狂言家た筆頭となって、以降は、江戸時代を通じて、狂言界に重きを成した。芸風はよく言えば、東西風で、写実的、悪く言えば派手で泥臭く卑俗なものだったらい。 宗家は詐欺人としみぎえ詐欺に、え門地、文家に、詐欺伝ん門、詐欺伝ん門え門ん家に、なめかわ六座門家などがあったが、宗家をはじめとして、ほとんどの職分が、関ん座に属していた。この関ん座という巨大な座に頼り切った、脆弱な構造が災わいし、明治維新を迎えるや、詐欺流は混乱の極みに達した。の家元だった世詐欺城は、 変人と評されるほどの人物で、とても流派を統率する力はなく、困窮した職分は退去して、東ずの狂言に参加した。これは、能楽と歌舞伎を設中した演劇で、成功せずに、明治十四年、1881年頃までには、消滅してしまったものだが、参加組は、歌舞伎役者に影を伝えたと疎しられてその後も、能楽界への復帰が許されなかった。そして、 明治28年、1895年29世、詐欺県の城が死去すると宗家は断絶。その後は、最後の詐欺流狂言師となった詐欺藩王が晩年に、詐欺流宗家を自称していたものの、大正11年、1922年の彼の死去を、もって、詐欺流は、農学協会に所属する流派としては廃絶するに、至った。 詐欺藩沖縄をはじめ農学会を追放された詐欺流狂言師たちは歌舞伎界に接近し松はめものといわれる農学写しの舞踊劇の演出に多大な影響を与えたその意味では詐欺流は今日の歌舞伎によって継承されているということができるなお詐欺流の狂言自体は山口県山口市で伝植門派が同県の指定無形文化財に 新潟県佐渡市で人しみぎえもん派が、同県の指定文化財に、そして佐賀県神崎市千代田町、高市地区で、高市狂言が、同県の指定無形民族文化財として残っており、時折国立の学堂などで上演されたこともある。展示で、人を騙すために作り事を仕組むことに対して比喩的に、狂言を使うことがある。狂言誘拐、狂言強盗など。昭和十二年。 1957年国の重要無形文化財に指定される。平成20年2008年に号と共にユネスコの無形文化財に登録される。芸術活動にも大きな影響を与えてきた我が国の代表的な伝統芸能であり、重要無形文化財に昭和32年に指定されています。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。